こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。北澤さん、この試合ゴールマウスにはオリバー・カーンが待ち構えています。いや、気合十分ですよね。やっぱりオーラが違いますからね、はい、ちょっと怖いぐらいですよね。そうですね、闘志が全身にみなぎっているようです。苦しい時こそ一番後ろから選手を鼓舞してくれますからね、チームにとって大きな柱になるプレイヤーですよね。そうですよね、この試合でも魂のこもったセービングを見せてくれることでしょう。トニクロースからイスコ、いいプレッシャー。イスコ、素晴らしいパス、シュート。いや、ここは右へ通り過ぎていきます。この辺ね、外れはしましたけども、ギリギリのところ狙ってますよね。このパスを防ぎます。コーチーニョ。さあ、前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。ここでファールがありました。注意に終わります。アーノルドからのフィードボール、モドリッチ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。久保、さあ、つながるか。このボールはつながりません。イスコ、チェックを受けながらのドリブル、モドリッチ、ここは奪います。シュート、先制。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。さあ、1対0、先制ゴールが決まりました。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。モドリッチ、ここは対応します。アザール、ニャブリ、奪います。ミリンコビッチ・サビッチ、さあ持っていく、勝負か。サラーがここはファールを取られます。あと2分少々で手元の時計は45分。セルヒオ・ラモス、スルーパスを出す。メッシからサラー、これはよく触りました。アウェー側としては味方のサポートが来てませんでしたよね。まあ、ドリブルという選択は間違っていなかったと思いますけども、やっぱり味方のサポートは欲しいところですよね。ふわっと裏を狙う、ミリンコビッチ・サビッチ。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半終え1対0、1点を追う形で後半に向かいます。守備をしながらやはり点を取りに行く、追加点を取られてしまいました。差が広くしまいましたからね。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。
この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。マルセロ、モドリッチ、アザール、これはなかなかこじ開けられない、アーノルド、一人持ち上がっていく、ニャブリ、裏を狙っていきます。オフサイドですかね。キーパーからのロングフィード、ボールの奪い合い激しいものがあります。プレッシャー大きく縦へ、危ない、拾いたい、シュート、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。マルセロ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としてはシュートは打ってるんですよね。この時間帯で決めて終盤での流れを変えたいところでしょうね。バラン、ここは一旦バックパス、アザール、コーチーニョクからニャブリ、うまいですね、ニャブリ、カット、ルーズになる、裏へ届くか、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。メッシ、ここはカットします。モドリッチ、プレスからボールがこぼれる、ここでファールをもらいます。たまらず行ってしまいましたね。直接狙える位置ですが、どうでしょう、決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。直接とクロスバー、さらにカット、同点のチャンスでしたが決まりませんでした。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。アザール、今のチャンスはものにすることができませんでした。ここでファールがありました。イスコ、イスコから久保、ここで終了を告げる長い笛、1対0で敗れました。追いつけませんでした。前半